はい、今回はブレンダーのヘアシステムについての動画になります。前回作成したヒメグマの毛はパーティクルヘアシステムを使用して作ったので、まずはその時のパーティクルヘアの作り方について解説して、後半にはブレンダー 3.3 から追加された新しいヘアシステムについて解説していきたいと思います。要は新しいヘアシステムはこれまでのパーティクルヘアシステムと比べてどうなのかというのを比較検証してみた動画になります。では早速、まずはパーティクルヘアを使ってヒメグマを作っていくところを見ていきましょう。まずはパーティクルプロパティを開いて、プラスのアイコンからパーティクルシステムを作成します。デフォルトだとエミッターになっているので、ヘアに変更するととりあえずあっという間にハリネズミみたいな毛が生えてきます。長さと数を調節してチルドレンのところをインターポレーテッドに変更します。すると一気に毛の密度が増えたかと思います。これは親のヘアカーブ1本に対してその子供となる子カーブを生成するパラメーターになります。デフォルトだとディスプレイアマウントが10分の1になっているので、100にしてあげることで実際のリアルな本数として画面上で確認することができるようになります。クランプパラメーターによって毛束感を調整できます。ラフネスのところにあるパラメーターによって均一な毛並みに複雑性を持たせられるようになるので、いろいろと触って調節してみてください。そして僕が個人的に毛の調整で最も重要だと感じたパラメーターがこのキンクというパラメーターになります。このパラメーターは日本語だとねじれというパラメーターで、要は癖のある毛を表現したいときに使用するパラメーターになります。癖の種類はいくつかあって、ヒメグマを作るときにそれぞれの癖の種類を比較してみました。その時の結果がこちらです。見てわかる通り、このねじれのパラメーターを変更するだけで結果が大きく変わってきます。ちなみにそれぞれのねじれのパターンが実際にどういう影響を及ぼしているのか理解しやすいように、数本のヘアカーブに対してテストしてみた結果がこちらになります。放射と波が似ていますが、それ以外はそれぞれ特徴的な形をしていますよね。つまりどんな毛を表現したいのかによって最初にどのねじれパターンを選択すればいいのかを判断してパラメーターを設定することをおすすめします。次に部分的に毛の密度や長さを調整したい場合はウェイトペイントを使って行います。今回の例では目と鼻の周りには毛をあまり生やしたくなかったので、ここをウェイトペイントで調整しています。ペイントが終わったらオブジェクトモードに戻って、パーティクルヘアシステムのレンクスのところに今調整したバーテックスグループを設定すれば完了です。はい、ではここからは新しいヘアシステムで毛を生やしていってみたいと思います。まずは対象となるオブジェクトを選択して、カーブからエンプティヘアを作成します。このヘアカーブを管理しやすいようにコレクションに入れておくことをおすすめします。そしてこのヘアカーブを選択した状態でスカルプトモードに切り替えます。この状態でプラスとマイナスアイコンのブラシでオブジェクトをストロークすると毛を増やしたり減らしたりすることができます。あとは他にもカーブを変形するブラシだったり長さを変えるブラシなんかもありますね。デンシティブラシは設定した密度になるように毛を生やすことができるブラシです。今回はこのブラシで顔全体に毛を生やしていってます。ここで一つ疑問に思ったことがあるんですが、パーティクルヘアシステムの時のようにオブジェクト全体に一気にパッと毛を生やすにはどうしたらいいんですかね。自分なりにいろいろと調べてみたんですが、この点は結局わからずじまいでした。もし知っている方がいたらぜひコメントなどで教えてもらえると嬉しいです。そして部分的に毛の密度や長さを変更したい場合なんですが、パーティクルヘアシステムの時はウェイトペイントで行っていましたが、新しいヘアシステムではスカルプトモードのままブラシを変えるだけで直感的に調整できるので、この点は以前よりかなりやりやすくなった点かと思います。スカルプトモードでのヘアカーブの編集が済んだら、ビューポートで確認しやすいようにマテリアルを設定して、そしたらジオメトリノードの編集画面に移ります。今回のこの新しいヘアシステムはジオメトリノードで自由に編集できるというのが最大の特徴かと思います。まずはモディファイアプロパティからジオメトリノードを新規で追加します。
そしたら New をクリックするとジオメトリノードエディターにグループインプットとグループアウトプットのノードが追加されて編集できるようになります。あとはここにいろいろなノードをつなげていくことで最初に生やしたヘアカーブを自由に編集できるようになります。今回は試しに太さを変えてみます。セットカーブレイディアスノードを作成してつなげると毛の太さを変えることができるようになります。もちろんノードをミュートにすれば元の太さに戻すことも可能です。次に毛の長さを変更できるようにしてみたいと思います。トリムカーブノードを作成してつなげます。これでエンドパラメータを調整することで毛の長さを変えることができるようになりました。ちなみに毛の長さを一律ではなく不規則にしたい場合もあると思うんですが、この場合はランダムバリューノードを作成してトリムカーブノードとつなげることでランダムな毛の長さにすることができるようになります。こんな感じで新しいヘアシステムはノードベースでいろいろと調整が可能です。以前のパーティクルヘアシステムに比べて自由度が高く好きに編集できるようになるので、ジオメトリノードに詳しい人にはすごくいい新機能なのかなと思います。僕はあまりジオメトリノードに詳しくないんですが、とりあえず少し触ってみてヒメグマの毛を調整してみました。そして今はこの毛の設定を顔以外の部分にも生やしていってあげているところです。相変わらずオブジェクトに毛を一気に生やす方法がわからないので地道にブラシで生やしているところです。やり方を知っている人はぜひ教えてもらえると嬉しいです。最後、顔のジオメトリノードの設定を他の部分の毛にもコピーしてあげれば完成ですね。パーティクルヘアシステムで作ったヒメグマと新しいヘアシステムで作ったヒメグマの結果がこちらになります。まずはパーティクルヘアシステムの結果がこちらです。そして新しいヘアシステムの結果がこちらです。両方並べてみるとこんな感じですね。今回両方のヘアシステムを使って同じものを作ってみた感想としては、今回のヒメグマのように全身一律である程度似た毛質で覆われているようなキャラクターの場合は以前のパーティクルヘアで作成した方が簡単で楽かなと感じました。逆に人間を作る場合など髪の毛や眉毛、ヒゲなどをオブジェクトの部分的に生やして毛質もそれぞれ異なるものにしたい場合なんかは新しいヘアシステムの方がスカルプトモードで直感的にブラシ操作で毛を増やしたり減らしたりできますし、ジオメトリノードでより自由度の高い毛の調整なんかもできるようになるので、複雑なキャラクターを作りたい場合などは新しいヘアシステムの方がいいのかなと思います。ただしここで番外編的な使い方をちょっと紹介したいと思うんですが、実は2つのヘアシステムのいいとこ取りをして毛の生成を行うこともできるんです。どういうことかというと、新しいヘアシステムのスカルプトモードで直感的に生やしたヘアカーブを利用してパーティクルヘアシステムのパラメーター制御で毛質の変化を編集することも実はできるんです。これをやるには新しいヘアシステムの手順で通常通りヘアカーブを生成した後にカーブメニューのコンバートトゥーパーティクルシステムを実行することで利用可能になります。植毛作業は新しいヘアシステムでやって、その後はパーティクルヘアシステムのパラメーター制御で毛質の設定はやりたいという僕みたいにジオメトリノードよくわかんない勢の方はこのやり方がいいのかなと思いますので、ぜひ試してみてください。はい、それではこれで新しいヘアシステムの比較検証企画は終わりになります。今後も新しいキャラクターとかを作っている時にこういう検証してみたいネタがあったら、また検証企画なんかも動画にしてみたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。高評価、チャンネル登録してもらえるととても励みになるのでよろしくお願いいたします。それではまたねー。